薄のオシダ類は、大場シダ植物に含まれるシダ植物のうち、放射能が、単一の細胞から生じ、完成した、放射能は一層の細胞層の壁を持つものを指す。現在では、PPGI において、裏星や甲、ポリポディデイとして扱われる。薄のオシダ類は、大場シダ植物の中で、最も種数が多い。多くの化石種が知られている。かつてはコープランドなどで、 シダメフィロカルズとして、スミスラの分類体系では、裏星ズナポリパジオパシダとして扱われていた群と同義である、ウィケットラ、パティックラによる分子系統解析に基づく、シェンラの分子系統解析に基づく、陸上植物で唯一、一つの資源細胞から一つの胞子脳を形成する薄脳胞子脳を持つ、葉中心柱、輪片毛などの形態形質が、 多様化している。胞子脳は、薄脳子シダル以外の陸上植物では、複数の表皮細胞とその内側の細胞から形成されるのに対し、薄脳子シダ類では、胞子脳幹細胞と呼ばれる一つの主原細胞に由来する。現在、品学のコミュニティで広く認められている分類体系をまとめた PPGI の分類体系を以下に示す。以下。 スミすらの分類体系から、とかと目を示す。和名はエビハラに基づく。薄のオシダ類は、裏星砂、または、シダ砂として扱われた。裏星砂ポリパジオパシダシダ類の中で、薄のオシダ類は、食用とされるものを多く含む。ありがとうございます。